トレンチコート着ていますか？今回は、この動画を見てきてくださってるトレンチコート好きの皆さんに語りたい動画になります。今着ている、僕のこのコートはバーバリーのトレンチ211枚袖という仕様のトレンチコートになります。このコートを、かなり前ですね、3年以上前に購入させていただいたコートになるんですが、今でもすごく着ていて大好きなコートになるんです。このコートについて皆さんに語りたいなというふうに思いましたので、今回は動画にさせていただこうと思いました。このチャンネルではですね、26歳社会人の自分が日常生活の中でいいなって思ったものとか、素敵な出来事とか体験をした場合に動画にさせていただきたいなというふうに思っておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは早速コートの紹介に行きたいと思います。こちらの僕のトレンチコートはですね、1枚袖という仕様になるんですけど、そもそも皆さん1枚袖って何っていうふうに思われてる方いらっしゃいますよね。1枚袖っていうのは、なんで1枚袖って言われるかと言われますと、このね、肩のところにですね、縫い目がないんですよ。はい。ほとんどの服はですね、この肩のところに縫い目があったりとかするんですよね。ですが、このトレンチコートはですね、肩のところ、袖のところに縫い目、シームがないので、1枚袖っていう風な呼ばれ方をしております。この1枚袖、何がいいのかって皆さん思いますよね。実は機能面がいいとかそういうのじゃなくて、シンプルに見た目がいいんです。縫い目があるかで選んでいるわけじゃないんですよ。僕もね、1枚袖のトレンチコートは気になっていて、正直何がいいのかって思っていたんですけど、これを見つけて羽織らせていただいた時に、あ、やばいわというふうに思いました。かっこよくてね、この縫い目がないことによって何がいいかって言いますと、縫い目があるとこの縫い目のところが硬くなっているからか、肩がねちょっとポコンって出ちゃうんですよ。なんですけど、この1枚袖という仕様はですね、自分の肩に沿ってストンというふうに落ちてくれるんですよね。なので今のオーバーシルエットとか、ゆるっと着るようなシルエットが多分トレンドなのかなだと思うんですけど、今の時代にマッチした着方をできるのが、このトレンチコートの1枚袖という仕様になるかと思います。ただ1枚袖人気ってすごくって、僕が買った時も、相当高かったんですけど、年々どんどんですね、値上がりしていっていますよね。僕の買った古着屋さんのところでは、つい最近行ったら、ヨーロッパではもうほとんど見つからないというふうにおっしゃってました。それくらいもう球数が少なくなってきていますし、世の中に出回ってるんでしょうね。人気だっていうのが一番大きいんだと思うんですけど、それが今僕の着てるトレンチ21の1枚袖というものになります。1枚袖ってどうしてできたのかって思いますよね。僕の着ているこのトレンチコートは1990年代に作られたコートっていうふうに言われてるんですけども、確か1960年代ぐらいからあるのかな、いつからあるかもちょっと僕は詳しくわからないんですけど、この1枚袖ってね、現行のバーバリーでは実は作られてないんですよ。ここにちゃんと縫い目があるトレンチコートしか ないんですよね。なのでなおさらなんで1枚袖ができたのかって考えると思うんですけど、正直僕も詳しく分かっていないので、もし、1枚袖ができた経緯が分かる方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。でも僕が聞いた話では、バーバリーってもともとギャバジン素材って言われてまして、特殊な縫い方をされてるんですよ。密度の濃い縫い方をされてるんですけど、この縫い方何がいいかと言いますと、雨風を、生地の中に侵入するのを防いでくれるんですよね。ですが、綿という素材を使っておりますので、通気性もいいと。なのでこちらもバブアーと同じでイギリスのブランドになるんですけども、
当時は雨風をしのぐときはバグアーのようなオイルドクロスで防いでいたんですが、このギャバジン素材はですね、バブアーと同じで雨風をしのいでくれるっていうのもそうですし、なおかつオイルドクロスに比べて軽いんですよね、すごく。なので当時は革新的な発明というふうに言われていたそうです。そんなバーバリーのトレンチコートは雨風をしのぐっていうのが目的で作られているんですけども、この肩の縫い目からですね、雨とか、水がですね侵入しやすいんじゃないかと言われておりまして、そこもこの一枚袖にして全部ギャバジン素材にしてしまうことによってさらに雨風をしのげるんじゃないかということで、この一枚袖という仕様ができたんじゃないかというふうに言われているそうです。今僕の着ているこのバーバリーの一枚袖の仕様っていうのは、まずサイズが50というサイズで、まあ言ったら XL ぐらいのサイズになるんですけど、正直身幅とかも大きくって、もしバーバリーで買うとしたら48くらい買うと思うんですけど、このね一枚袖の仕様は肩がストンとしてくれるのでオーバーサイズでもすごく様になるんですよ。ちょっと今は部屋の中で撮影しておりますので全体を写すことができないんですが、後でまたね前回のバブアの時と同じように外で撮影して皆さんに全体をお伝えできたなというふうに思っております。このね僕の仕様は、まず襟、カシミヤ 100% の襟がついているのと、それとですねここにねライナーもついてるんですよね。この仕様を見つけるのがで状態が良くて価格もそれなりに安い仕様を見つけるのがもうすごく大変なんですよ。僕の当時でも大変だったので今はもっと難しいかと思います。もうすごく状態も良くってほとんど新品で使われていたんじゃないかというふうに思うくらいですね。あとですねベルトも欠品せずについてるんですよね。このベルトを止めてきた姿もまあかっこいいので、後で皆さんに見ていただきたいなというふうに思っております。まあ他にもバーバリーってどんなブランドなのとかいうふうに語ったりとかしようかと思ったんですけど、今回この一枚袖っていう、見た目がね一枚袖のトレンチコート僕は好きでかっこいいなというふうに思いますので、今回は説明はこの程度にさせていただいて、どんな風に見えるのかっていうのを今から外に出てね全体を映して皆さんに、見ていただきたいなというふうに思っております。それではどうぞ。でしたでしょうか。今回の動画ではですね、
僕のこの大好きなバーバリーの一枚袖のトレンチコートについて語らせていただきました。いや今ね外撮影から帰ってきて、外で撮った動画を見返していたんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。あ、僕がじゃなくてこのコートがかっこよかったですね。今回も気持ちよく語らせていただきまして、ここまでご視聴いただきました皆さん本当にありがとうございます。この動画を見てバーバリーのこの一枚袖のトレンチコート欲しいなといいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それと、インスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。